モダンドッグは1992年に結成されたタイ王国のロックバンド。モダンドッグはタイ国内のみならず国外にも活動を広げており2003年には東京で演奏をした。2006年の7月から8月にかけてアメリカ合衆国をツアーしニューヨーク市のニッティングファクトリーでも公演した。日本にもタイフェスティバルのゲストとして何度も出演しているほか、 様々な機会に来日している。メンバーはもともと5歳の頃からの知り合いだったという。大学生のバンドだったモダンドッグは1992年にコークミュージックコンテストに優勝した。バンドはインディレーベルのベーカリーミュージックと契約し、音楽プロデューサーのスキコトカモルスコソールクラップと組むことになった。最初のアルバムモダンドッグは1994年に リリースされた。折から、ちょうど全面的に、インディーレーベルの曲ばかりをかける、ラジオフォーマットへと転換したばかりだった地元の、ラジオ曲、ファットラジオが、このアルバムからのファーストシングルだった、ブサバを24時間繰り返し放送し続けた。アルバムからの別の曲、ビフォーは、プライコとパトムポルン、パトムポルンの書いた曲であったが、2004年の映画、 シチズンドッグのサウンドトラックで代々的に使用された。モダンドッグはその実験的な電子音の用い方でしばしば好意的にレディオヘッドに比較され、また実際に1994年にはこのイギリスのバンドのバンコク MBK センターにおけるコンサートで前座を務めた。1997年に2枚目のアルバムカフェを出した後、 バンドは4年間の活動休止期間があり、その間に結成時のベーシストであったソマトボブ、ブニャラタウェチがバンドを脱退し、他方でポットは大国外に出て事業を手掛けていた。バンドがそのまま解散するのではないかという危惧を振り払って、モダンドッグは2001年にスタジオに戻り、3枚目のアルバム、ラブメラブマイライフを制作した。ついでバンドは全国ツアーに出て、 その間は一時的にボブがベーシストとして復帰した。その後、ベースは何人かのサポートメンバーが交代で務めるようになった。以来、モダンドッグは大のインディーズシーン、ロックシーンを代表する存在として賞賛されるようになり、これに続く、ロソ、ビッグアス、ボディスラム、シリーフールズといったバンドに道を開いた。10年以上ベーカリーミュージックに所属し、 その間の2001年に、レーベルがソニー BMG ミュージックエンタテインメントに売却されるという事態も経て、モダンドッグはレーベルを離れ、自身のレーベルからアルバムを出すことを計画した。2004年のアルバム、ザットソングは、ベルセバスチャンやモグワイを手掛けたトニー・ルーガンがプロデュースし、タイトル曲、ザットソングは、チボマットのベーシストである、ホンダユカが編曲した。また、 このアルバムにはゲストとしてバファロードーターの王の由美子とショーン・レノンが参加している。このアルバムからは3枚のシングルがタイのチャートで首位に立った。2006年にはアメリカ合衆国で活動し7月28日から30日にかけてはリンカーンセンターで上演されたタイの民族女子誌ラーマキエンのロックオペラ版にセクロソなど 他の対人アーティストたちと共に出演した。2006年10月、モダンドッグはバンコクの音楽祭に出演し、発表予定だったアルバムからの新曲を披露した。5枚目のアルバム、ティングノ o ンの偉いは、2008年9月に、自らのレーベル、モダンドッグ CO、リミテッドからリリースされた。2015年には2月にバンコクで開催された、ジャパンエキスポ2015の 公式イベントテーマ曲として2013年に発表していた曲モダンドッグスカーラの日本語バージョンを作成しモダンドッグスカーラフィーチャリングルリとして発表した2017年10月にはタイやマレーシアを回るツアーを開始したがドラムスのポーンが病気のため代わりにイギリスロンドン出身のポール・ティロットソンがドラムスに入ったティロットソンは 以前にセクロそのバンドと一緒にツアーをした経験がある。ありがとうございます。